んにちは。今回は神奈川県藤沢市の江ノ島海水浴場に海水浴に来ました。状況を動画にしましたので、この動画がこれから行く人への一助となれば幸いです。江ノ島海水浴場は神奈川県藤沢市片瀬海岸にあります。最寄り駅は小田急片瀬江ノ島駅、江ノ電江ノ島駅、湘南モノレール、湘南江ノ島駅になります。なお江ノ島海水浴場は正式名ではなく、境川を挟んで西側が片瀬西浜海水浴場、東側を片瀬東浜海水浴場といいます。さて、小田急線片瀬江ノ島駅です。竜宮城のような駅舎、センスありますね。駅の周りにはコンビニや飲食店などがあります。駅を出て右側に進み、西浜海水浴場に向かいます。コースはこんな感じ。5分くらいで海水浴場に着きます。国道134号の交差点手前にコンビニがあります。交差点を渡ってイタリアンレストランイルキャンティの横を進みます。で、到着しました。西浜海水浴場です。海の手前に海の家が並んでいます。早速砂浜に降りてみます。今日は7月中旬の平日です。まだ海水浴客は少ないですね。江ノ島も近くにあって良いですね。海は遠浅で子供にもまあ安心です。しかしまあ海岸線長いです。遊泳禁止区域はありますが、小田原までつながってますからね。水の透明度です。いまいちです。溶岩が砕けたものが砂と混じっています。砂が黒くて細かいので仕方ありません。海の家がずらーっと並んでます。休日は人であふれます。海の家の利用料、1日2000円です。シャワーだけなら1回1000円です。ビーチパラソル、ビーチベッドのレンタルは2000円のようです。食べ物は全く困りません。海の家にたくさんのメニューがあります。ここでは牡蠣が食べれるようです。家系ラーメンです。江ノ島フランク、ガパオライス、喫煙エリアあります。ライフガードの人がいます。監視塔あります。西浜の真ん中あたりに警備本部あります。仮設トイレあります。本設のトイレもあります。救護所あります。駐車場ですが、駅から近い駐車場は30分300円でした。海から近いし屋根があるところもあって良いですが、夏休みはいっぱいかな。少し離れたところにある駐車場は30分260円でした。最大料金が決まっているのが良いですね。次は江ノ電江ノ島駅から東浜海水浴場に向かってみます。徒歩8分程度です。なお小田急片瀬江ノ島駅からだと5分程度です。江ノ電江ノ島駅です。電車が止まってますね。江ノ電駅から山側へ少し行くと湘南モノレールの駅もあります。江ノ電江ノ島駅を出て左側の道をまっすぐ行くと片瀬東浜海水浴場に着きます。途中にコンビニあります。海関係のお店、江ノ島プリン。歩いていくと江ノ島が見えてきました。テンション上がります。国道134号線をくぐります。到着しました片瀬東浜海水浴場。なお西浜とは5分程度です。こちらも海の家がたくさんあります。江ノ島は西浜よりこちらの方が近いです。西浜と比べるとなんですが、こちらも十分広い海水浴場です。
ちらも海の家、1日2000円、シャワーのみ1000円ですね。参考にフードの値段、ドリンクの値段、ライフガードの水上バイクがありました。救護所、警備本部があります。これで江ノ島の海水浴場の片瀬西浜と東浜の紹介動画は終わりです。いかがだったでしょうか。まず江ノ島は駅から近いのが良いですね。小田急片瀬江ノ島駅から徒歩5分です。新宿から片瀬江ノ島駅まで1時間ちょっと、横浜からなら30分程度で片瀬江ノ島駅に着きます。水着を着て、着替えとバスタオルと浮き輪持って江ノ島来て、帰りは海の家でシャワー浴びて着替えて帰れば楽ちんで夏の日を楽しめます。江ノ島の海水浴場、超おすすめです。